五所柿の実五所柿は奈良県五世資原産の完全甘柿の品種である。甘柿のルーツと言われる柿で五所柿や大和柿、平柿などとも呼ばれる。江戸時代初期、大和国語所長で柿半がなく、木の絵で自然に甘くなる完全甘柿が突然変異によって生まれた。それ以前の柿といえば渋柿か受粉して種が入り、 か、半ができて初めて甘くなる不完全山垣しかなかった。甘みが強くて粘り気のある食感は天然の洋館とも例えられ、極上の五所垣として幕府や宮中にも献上されていた。こぶりながらとても甘く食味が良い。果実は1 5 0ムほどのものが多く、扁平でやや方形、花鳥部が緩やかに尖っている。原種であるため不安定で、 ヘタが5から6弁となり、蚊型もそれに合わせて五角形や六角形になるものもしばしば見られる。果肉は糖度が17から20度と冬柿より高く粘り気のある肉質で、カパンはあまり見られない。熟した時にヘタすきや先、割れが起こりやすく、わずかな環境変化で生理落下しやすいので栽培が難しい品種と言われる。着火が不安定で、 収穫量も少ないため、徐々に経済栽培されなくなっていたが、2006年から地元御所市の柿生産者が中心となって、栽培を復活させ、特産品にする取り組みを始めた。次期による生産規模の拡大と着火安定技術の検討を進めてきた結果、2009年から市場出荷を開始し、2012年には約7 0 0キログラム出荷できるようになった。 ご書書きの生産を本格的に復活させるために行った奈良県果樹薬草研究センターの調査では奈良県内にご書書きの古木が少なくとも50カ所ほど残っていて樹齢300年であってもまだ十分に味の良い実がなることがわかっている。ありがとうございます。